はい、皆さんこんにちは、トリーです。今日私はジンバランに来ております。ジンバランのクドガナンというエリアになるんですけど、これですね、ジンバランビーチのすぐ近くになります。ジンバランビーチと言いますと、もうイカンバカールが有名ですね。シーフードバーベキューというやつです。今回泊まるお宿が、はい、こちらビラハッピーというところになります。ビラといってもなんかこうプライベートビラっていうのじゃなくて、なんかこうアパートタイプっていうんですかね、そういう形のホテルになるんですけど、そこに今日は泊まろうと思います。それでは早速チェックインの方したいと思います。はい、じゃあチェックインが終わってお部屋の方に行こうと思います。一応こういう形でちょっと、木のドアをくぐりますと、ちょっとしたプールって言いますかね、ちょっと泳ぐのはどうなのかなっていうようなプールがありまして、でこちらが、そのビラって言いますかね、建物になります。2階建てですね。はい、こちらの2階のお部屋ということです。はい、こうやって入り口にはちょっとした、まあロビーっていうかね、くつろぐ場所があります。では2階ですので、こちらにはこういうねコテージタイプって言いますか、独立棟になってるお部屋もあります。まあ1階2階という形にあるんですけど、こちらのコテージの方にはこうやって綺麗なプールもあります。はい、で今回泊まるのがこうやって2部屋あるうちの手前が2号室になります。では早速お部屋の方に入ってみたいと思います。はい、ということでお部屋がこういう形になります。といってもね、私も先ほど一回荷物置きに来たんでね、ちょっとどんな部屋か、分かってるんですけど、結構広いんですね。こちらワンルームなんですけど、アゴダの説明によりますと一応50平米って書いてありました。あ、そんなの、あ、奥のバスルームも全部込みで50平米ってことになると思います。お部屋の子はこうやって広いところに、キングサイズのベッドがドカンとある形になります。でもちろんクーラーと、こちらですね、こちらが冷蔵庫。冷蔵庫の方は中が空でございます。まあ買ってきたものを冷やしてくださいということです。でそしてテレビ、姿テレビですね。一応先ほどチェックしましたら衛星放送、インドビジョンという衛星放送が入ってたんですけど、残念ながら NHK プレミアムとかワクワクジャパン、あとアニマックスというこういう日本語放送はちょっと入らないみたいなんです。ちょっとそれは残念です。で、あとこちらがですね、簡単な物置になっております。でいつも恒例の枕元コンセントなんですけど、残念ながら枕元にはコンセントはございません。ただ枕元の電気がありますので、このコンセントを抜いてちょっと、スマホの充電には使おうと思います。はい、そしてこちらがバスルームになります。こちらになんかこういう物入れがありますよね。単なる物入れ。はいはい、こちらがトイレ、バスルームになります。バスタブがあるんでね、結構これは嬉しいには嬉しいです。でこちらがトイレです。ちょっとお湯の出方とかを見てみましょう。あ、なんかねカランが古くてね、シャワーとあの切り替えがうまくいかないですね。ただあのお湯は結構ちゃんと出てます。でお湯の給もこんなもんなんでね、まあまあ大丈夫じゃないかなと思います。これでお湯をためたいんですけど、栓がございません。栓がないんで、もうここはシャワーを浴びるしかないのかな。ほんでこういう形でシャンプー、ボディーソープっていうのが揃ってるんですけど、まあこういうポンプのシェア式なんでね、ちょっとなって感じです。はい、アメニティはないですね。タオルしかないです。こちらに一応お湯を沸かすのとコーヒーカップはあるんですけど、肝心のコーヒーがないです。ですので、まあ、自分で買ってきてくださいということだと思います。
はい、こんな感じのお部屋になります。で、今回の料金お値段なんですけど、いつものようにアグドア使って取りまして、現地払い、現地で払ってくださいということで、40万ルピアでした。40万ルピアということは今3200円ということですね。どうでしょう、お部屋は広いんですけど、ちょっと設備もちょっと古いですし、ちょっとさ、40万ルピアって感じなんですけど、ただ場所がね、本当もうすぐ、ビーチから歩いて1分もかからないところにありますね。場所的にはいいと思います。あの夜シーフードのそういうバーベキューを食べたいっていうんだったらね、本当もう歩いて行けちゃうような距離になりますんでね。ということで、一応ルームツアーは以上にしたいと思います。で、これからまた晩ご飯を食べて、今日はとっとと寝ちゃおうと思います。テレビもね、日本語放送が映んないんで、まあスマホで YouTube、 そうそう、ネットの方はね、フリー Wi-Fi が入ってますんでね、これ後でまたつなげて速度とかもチェックして最後にお知らせしたいと思います。では、ご飯食べて今日は寝ちゃおうと思います。はい、おはようございます。昨日はよく眠れました、あの後ご飯食べ行きまして、ちょっとテレビ見て、すぐ寝ちゃいました。ということでね、今は朝の7時、今日もすごいいい天気なんですけど、この後ご飯の方が7時半からということなんでね、ちょっとその前にビーチの方まで散歩してみたいと思います。なんかね、歩道歩けよって感じですけど、歩道は穴が開いてて歩きづらいんで車道歩いてます。はい、ビーチの手前の道路に出てきました。ね、こうやって、いろんなお店がずらーっと書いてあるんですけど、これが全部イカンバカールのお店になります。この道路沿いにですね、そのイカンバカールの店がずらっと並んでるんですけど、はい、ここもそうですね、ずっとこの道路沿いですね、イカンバカールの店が並んでるんで、夜は結構賑やかなんです、この通りに前出てくると。ただイカンバカールのお店ばっかりなので、ちょっとコンビニがねあるとか、そういうのがあんまないんですね。ここ反対側のね、ジャラングルワツに出ちゃえばコンビニとかあるんですけど、このクドガナのこの道は本当イカンバカールのお店ばかりということです。でね、安かったらね結構食べに来れるんですけど、やっぱそこそこいい値段しますんで、なんか気軽にはちょっと食べに来れないような感じですね。まあ観光客の方はね、1回ぐらいは食べに来てもいいと思うんですけど、毎食いかんばかるというわけにもいかないんで、ちょっとそれがね、どうなんかなという形です。ということで、はい、ビーチの方に出てきました。よいしょ、さてさて、どうでしょう。これがね、一応ジンバナンビーチって言いますかね、正確に言ったらクドガナンっていうエリアになるんですけど、はい、かなりね、ここがね湾になってるんですよ、ずっと。ですんで、波もねそんなに強くないんで、サーファーの人はねあんまりいないんです、ここ大きな波が立てないということで。ただ前サーフィンの方に聞いたら、風が強すぎて、例えばクタとかが波が大きすぎちゃって、これやべえぞって時はこっちまで来るんだってことは言ってました。ただ普段はあんまりサーフィンしないかなって言ってましたけどね。はい、こっち方向がウルワツ方面になります。多分ね、上に見えてるのがいろんなビラとかホテルなんでしょうね。何なんのかな。はい、それでこれでカメラでちょっと捉えられてるかな。丘の上にでっかい建物がドーンって立ってますけど、あれがゲーウェイカーのヴィシュヌ神の像です。
でこちらがねずっとさっき言いました、イカンバカールのお店ですね。こうやって、夜になるとビーチの方にずらっとテーブルとか椅子を並べて、ここで、新鮮な魚のバーベキューを食べるということです。はい、こちらもねずっと同じようにこうやってお店が並んでます。でこれ先がですね空港になります。あ、見えるかな、飛行機が、エアアジアの飛行機が止まってるんですけどね、あそこが空港になります。あ、今飛行機が降りてきた、飛行機が降りてきたっていう表現もどうなんかな、これから着陸しようとしてますね。これが空港になります。でその手前が一応漁村になるんですね、港になってるんです。あれがクドガナンの港なんですけど、近海で魚取ってきた船がずっとあそこに入って、その港とあと市場があるんですね。かっこよく言ったらフィッシャーマンズマーケットこちらの言葉で言うとパサルイカンなんですけど、それがありますんでね、そこがやっぱあの魚が取れるってことでここのジンバランビーチにこうやってイカンバカールの店が並んでるってことです。でそこの魚市場なんですけど一般の人も買えるんですね。ですので結構もう在住者とかも買いに来ますし、あとシーフードレストランの方なんかがねここまで仕入れに来ることもあるそうなんです。はい、もう一回海を見ましょうかね。あ、飛行機がふわっと、海はいいなーって感じですね。はい、これが、まあ、ジンバランビーチってことになります。これまでね何回かクタとかスミニャックのビーチ紹介したんですけどね、これがジンバラン、ずっとクタ、スミニャックより南側にあるビーチになります。はい、ということで、朝食なんですけど、こちらはレストランとかで食べるんじゃなくてこうやってお部屋まで持ってきていただけるということでね、朝一応ご飯食べたいって言うとお部屋の方にまで持ってきてもらいます。ただ部屋の中がですねそういうテーブルとかないんで部屋の前のテラスで食べるって形になります。これで見ていただけると分かる通り、これトーストかな、トースト、卵、コーヒー、ジャム、それとまあフルーツと、ちょっとかなり簡単なお食事になるんですけどこんな形になります。では、朝食の方をいただこうと思います。はい、ということで朝食の方をいただきまして、この後チェックアウトになるんですけど、その前に簡単にこのホテルの総括をしたいと思います。ホテルの名前が、ビラハッピージンバラン。はい、場所なんですけどジンバランってことなんですが、ジンバランでもクドガナンっていうエリアになります。ジンバランってこう縦にウヨッと細長い形をしているんですけど、それでも空港の方に近いクドガナンというエリアになって、ちょうどビーチにはですねイカンバカール、バリ島名物のシーフードバーベキューの屋台が並んでるってエリアになります。でね、この場所なんですけどはっきり言ってでイカンバカール屋台以外何もないってエリアなんです。もちろん道路、大きな道路に出ればコンビニとかスーパーとかあるんですが、基本的にローカル向けなんですね。ちっちゃなワルもあるんですけど、だからほとんどローカルエリアなんで、観光客がちょっと街ブラブラしたいとかお買い物したいとかレストラン行きたいっていうにはすごい不向きなエリアなんです。でそういう時はどうするかっていうと、タクシーをチャーターしてどっか遊びに行くか、先ほど紹介したイカンバカールを食べに行く、そういうことぐらいしかできないんじゃないかなと思います。でホテルの方なんですけど、まず先に値段言っておきますね。アゴダを通じて取りまして、こちらが40万ルピア、日本円にして、3200円というお部屋です。でね、お部屋はねすごい広かったんですよ。広くていい部屋なんですけど、やっぱちょっとね建物施設が古いんですね。ですんでテレビも薄型テレビ置いてありましたけど、日本語放送が入らない NHK ワールドしか入らない、という形なんですね。それとアメニティもあまりなくって、これまで紹介したホテルにありましたミネラルウォーターもないしコーヒーセットもないと。だけどなぜか知らないけどコーヒーポットとティーカップはあるという不思議な
ところなんですけどね。でシャワールームの方はバスタブがあっても、あの、なんていうんですか、線水が漏れない、水排水をこう塞ぐ線がないとか、ボディーソープとシャンプーはあるけどプッシュ式しかないっていうね、ちょっとどうなんかなっていう感じのホテルでした。Wi-Fi の方は、つなげて調べたら大体こんな感じで、4メガぐらいは出るんですけど、ちょっと遅いかな。それでもYouTube とか LINE は問題なく使えました。はい、ということでね、こちらのお部屋は安くて空港にも近くて便利なんですけど、ちょっとね、夜遊びとか周りいろいろね、街ぶらしたいっていう人には不向きかなっていう感じでした。ということで今回の、ビラハッピーのホテルレポートは以上とさせていただきます。この動画が面白かったよ、役に立ったよということでしたら、グッドボタン、高評価の方よろしくお願いいたします。また私こうやってバリ島ウブドを中心にバリ島のいろんな情報をアップしておりますので、よろしかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また Facebook、Twitter やっております、鳥居正しアットウブドで検索してください。こちらのフォローもお待ちしております。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。はい、さよなら。